こんにちは。今回の懐かしい広告は1978年の7月。この頃のね、広告をね、覗いてみたいと思います。はい、では早速行きましょう。じゃん。気になるのはですね、ここ糊が剥がれた跡があって、これとこれ大体一致してるんですけど、もしかしたらもう一枚あったかもしれないです。ちょっとそのあたりね、ご容赦ください。まず見開きね、国際産業ですね。はい、ここでね、前回1976年だったと思いますけれども、大きく違う、いくつかの項目が出てきます。まずここに書いてあります。SMG 検定合格品ということ。つまり、1976年と今回の78年の間に第2次モデルガン規制があったんですね。はい、地獄のような規制でした。もうお気づきだと思います。いくらリボルバーの国債だと言っても、はい、オートマグ以外オートマティックがありませんね。はい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 、これどういうことでしょうかということですね。つまりこういう重心がね、分離できるタイプのモデルガン、金属モデルガンは全廃と、すべて禁止になったということですね。プラスチックで作るか、あるいはこういうね、重心とね、フレーム、あるいはまあここの、なんつったっけ、ブリーチじゃなくて、まあ、いや、この辺がね、一体になってるものじゃないとね、ダメになっちゃったんですね。はい。じゃ次、マルシンです。はい。で、マルシンさんの方にはなぜか、オートがいっぱいあるじゃないかと思われるかもしれませんけれども、これは例えばこちらにあるようなですね、ジュニアシリーズですね。サイズがもう原寸では全然ないというもの。このシリーズ、これは金属でも残りましたね。それとこうミニガン、ね、これも金属で残りましたね。それから、こちらの方はですね、スライドアクションということですね。はい、つまりブリーチ、むしろ激発機能を有していないというところでこれが残ったんだと思います。ただこのスライドアクションについては、私自身もね、ちょっとまだね、うんって思うところがね、あるようなモデルも時々市場で、見かけます。でこのあたりがね、例のマルシンさんのお得意のね、木栗シリーズですね。これ以前から続いてましたけれどもね、何度も言いますけれどもね、現物はね、こんなにね、オイルの効いたね、いい色ではなくてですね、もうほぼ材木そのものがついてきてました。はい、持っていた方はみんなご存知だと思います。どうでしょう、それにしても充実の度合いですね。こうやって何年かこう辿っていると、なんていうんですか、いつの間にか金ピカのモデルガンに慣れちゃいますよね。はい、それからね、例のシューティングツアーですね。これね、すごいんですよ。今回からね、米国内に我々の射場を建設しよう。さあ、君も入会し、我々に協力をと。まあ、出資を募って、今でいうクラウドファンディングみたいなもんですかね。10万円払ってね。まあ、ゴルフ会員権スタイルって書いてありますね。で、ローンもありということなんで、まあ、入ろうと思えば入れるのかなという感じですね。で、こういうスペックで、そういうことを企画されたということです。これ実際どうなったんでしょうか。ちょっとね、私は知りませんけれども、はい。まあ、要するに自分たちの車上を持っていることでね、まあ、そのあたりのコストもかからないと。あとは往復の旅費だけで、まあプラスアルファ、まあ、宿泊費か、その辺のところで、まあ、存分に射撃を楽しめると。で、向こうさんにいるね、方にね、銃の管理とかしてもらっておけばいいということで、なかなか画期的な考え方でしたね。ちょっとね、これとね、この1978年という時期を重ね合わせるとね、要はプラザ合意ですよね。はい。そんな感じで、なんとなく円が、高くなっていって、1ドル365円で固定だったのが、あっという間に1980年代後半ぐらいになってくると、ね、もう200円、あるいはもう100円台なんていうふうに、どん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 ね、要するに円が高くなっていった時代ですから、そうなると相対的に、向こうのアメリカの土地を買うという場合でも、それなりにこの10万円はより大きな、付加価値というかね、価値になってね、買えたり、そんなこともあったのかななんてことをね、ちょっと想像しちゃいました。
もちろんそんなことを先読みしての話ではないと思いますけれどもね。はい、次はね、ちょっと小さい広告なんでね、手間取りますけれども、大阪ですね。はい、こんな感じで、こんな大阪ガンショップさんっていうのがね出てます。はい、こんな感じです。何でも揃うホビーの店という感じでね、大阪の方ね、方なんかにはちょっと懐かしいのかもしれません。と続いてですね、ここか、はいね、クリーク、ユニークな男たちの集まるユニークな店、クリークってちょっとあまりよくわからないんですけど、なんかものすごい某模型店さんに匹敵するようなすごい情報量の広告が載っています。この辺がやっぱり魅力のね、日産魅力ってなってますね。ちょっとね、その魅力さんの資本関係とか私わからないんですけど、そんな感じで出てますね。はい、次行きましょう。さあ、はい、丸郷さんですね。前回76年の時はね、かっこいいね、M29 のねカスタムをね載せてくれましたけれども、この頃ね丸郷さんもね Python とか出されてたんですね。まあ、ちょっと Python というより、これ外観はダイヤモンドバッグに似てねえかみたいな感じですけれどもね、特徴のあるフロントサイトでしたね。まあ、私はもちろん丸号の、まあ、もちろんなんつったら怒られちゃいますけど、丸号の Python は持ってないんですけれども、どんな感じだったんでしょうね。それとね、コブラのね4インチコルトコブラがね、このカラー広告でこう前面に出すということでね、やっぱり商店としてね仕入れて小売りをしている丸郷さんとしては、二次規制でこれ一気に玉がなくなっちゃった状態だったんでしょうね。それでね、販売継続可能なモデルをそれぞれクローズアップするしかないっていったことだったのかなっていうふうにね、ちょっとね邪推してしまうような広告でした。はい、そして次 CMC。はい、CMC はね、やはりもともとね、こういうね、リボルバーラインナップありましたんでね、そのままそれが充実していくような形で、例えば樹脂製のものに、例えばラーマとか P38 ブローニング、そういったものをね、金型変更したり、設計変更して、それに費やすよりも魅力的なリボルバーを出していこうということで、この頃からね、ちょっとねいい感じになってきますよ、このシリーズのこのリボルバーは。はい、見てください。以前ねお見せしたのも、もうご紹介したのも何丁かあると思いますけれどもね、まあ値段のね手頃感というかですね、はい、いいですね。もうね今思うとね、全部買っとけばよかったなって感じですけれどもね、歯抜けながらね多少コレクションはさせてもらっています。なぜかこいつばっかり3丁あったりするんですよね。ほらでも魅力的だったね、やっぱ MGC 版ね、よかったですけど、やっぱり所詮樹脂ですからね、軽かったのこのドシンとくる重さですね。ちょうどタクシードライバーが公開された 1,2 年後の時期ですからね、もうここはもうバッチリですよね。まさにトラビスの気分でね、片手で振り回してみたもんですよね。で YMC さんですね、はい、まあ例によってねこういうねたっぷりのね写真、ちっちゃい写真ですけれどもたっぷりって感じですね。この頃SS9000 がもう出てるんですね。私ちょっとあんまり記憶に薄いんですけれども、いつ頃の時期に出たかっていうのはね、はい、さあ次行きましょう。これね、まあいいや、はい、次ね、このビッグジェムさんってやつですね、例の、はい、小岩のね、ニューモデル感ということでね、ちょっとね、あれですけど、まあこの辺にウェスタンアームズのね、シングルアクションアーミーがフューチャーされてたりっていう感じでしょうか。はい、ね、キーホルダーとかそんな感じですね。はい、次ですね、次はね、キヨノアームズさんというところのね、こういう手書きのね、いい感じの雰囲気のあるね、はい、出てますね。でこちらはね、ずっとね、十何年ずっとね、広告出し続けられているね、まあ刀剣とかね、ヌンチャクとかも扱われているところですね。はい、
今どうなんでしょうね、そういう業界さんっていうのはね。ちょっと私らには全然想像もつかないんですけれども、はい。そしてね、このね、毎度楽しいね、このお兄さん、なんとなくすごくなんか印象に残ってますね、私ね。はい、どうでしょう、こんな感じでね。ここではね、MGC のものも取り扱ってるんで、まあ、唯一間接的にでしかね、MGC この時期はね、この雑誌には広告出てこないですからね。そして雑誌の、広告ということですね。で次は、はい。これね、早く見つからないかと思ってるんですけどね。というのも、このね、クリップがね、あ、でも錆びそう。錆びてねえかな。大丈夫かな。ね、1917。ちゃんとね、ハーフムーンクリップでね、装填するタイプのものです。で、この山城商会さんはね、すごいんですよ。モデルガンを買うとフルスターサービスというサービスをされていたんですね。だーっとね、モデル名と、ね、さっきのね、SS とかね、この辺ね、高徳のやつですね、出てますね。ね、こんな感じの。まあ、そっけないといえばそっけないんですけど、まあ、知ってるマニアからすればね、十分ですよね。そしてね、ちょっとかっこいいのこのポストホビーさんのね、拳銃の館。ご来店。プラスアルファの発見。まあそうですよね、ショップに足を運ぶと、それはまず雰囲気が違いますからね。残念ながらね、デパートの中の一角にちょこんとあるとかっていうのとそうでもないですけれども、ある程度のスペースを構えてらっしゃるね、ショップさんはそれなりに皆さん工夫凝らしてましたよね。まあ、正直言って自分が本当に数丁しか持ってない時に、ドバーッと10丁20丁の銃がね、ショーウィンドウの中に並んでるだけでももう圧倒されてね、眺めてるだけでも飽きなかったっていうのは実際ですけれどもね。はい、こういうちょっとね、これはやっぱりいいですね、この雰囲気はね。で次がこのところはね、ジャックさんですね、はい。まあ、ホルスター類ということでね、これも結構もうこの頃になるとちょこちょこ、出されてる広告ですね。さあ楽しいウェロクガンホビーさんです。はい、端からゆっくり見ていきましょうか、ね。こういうね、やっぱりアクションが入ってきたりねしてると、こうやっぱりそそりますよね。俺も触りてえとかね、俺もレバーをねガチャンやってみたいみたいな感じでね。緊急情報もありますね、はい。それからこちらの方ではね、ミコアームズさんの AK の企画、 M14 の企画をね発表されてますね、はい。こんな感じでちょっとここにね4コマ漫画があったりしてね。ね。本当にあの紙面いっぱい使ってなんか楽しめるっていう感じですね。まあ、月刊誌ですからね。すいません。こうやって月一楽しめるっていうのは重要ですよね。はい。じゃ次はね、ちょっとだけチラッとね、なんか怪しげな、ちびっとだけ、はい、出てるこういう広告がありましたということで、ご報告だけで、ここはね、ちょっとね。こんなのでね、でここのね、画面の左側の方にね、アンクルタイプが出てますけれどもね、これは樹脂製ですね。菰田さんなんかだかなんかだっちゃったんじゃないかなと思うんですけどね、真っ黒黒のね樹脂で、それであのスライドアクションでね動くね、確かアンクルだったと思います。はい。だ MGC のアンクルの樹脂版みたいな感じでしたね。でサイズがね、実銃サイズよりねちょっと小さかったような気がしますね。はい、そしてね、今回ね、ちょっと目玉になるかなというふうに思っているのが、なんともかっこいいこのね、広告です。はい。ウェスタンアームズですね。はい。こう、隠しましょう。肖像権の絡みがあるかもしれないんでね。はい。で、このコンバットカスタムを出しますということで、まさに、この立ってらっしゃる方がね、米国でね、バンバン撃ちまくってた銃をね、モデルガンですね、これはね。ですからこれは樹脂のモデルガンです。でカスタムデータとしてはこういうデータで23,000円です。当時の中でもやっぱ高かったですね、これはね。まあ、ただそれだけのパーツがね盛り込まれてますんでね。ということでね、今回ねちょっとね、
この銃、これはね、すいません、ウェスタームズのガスブローバック、マグナブローバック版のやつですけれども、KK スペシャルですけれどもね、はい、ちょっと似たね、モデルガンがね、すぐポッと出てこなかったんでね、ちょっと今回これでね、お茶を濁させていただきました。ブローバックプラスティックカスタムということですね。MGC のガバメントをベースに使用していますと。ここで言ってるガバメントってのは例の GM2 というやつだったんですよね。はい。まあかなりね、それを本当に作動をよくされていたんだと思います。あんまり私ね、バンバン撃った記憶全然ないんでね。ちょっと見ただけみたいな感じですんでね。はい、じゃあ次ですね。はい、我らがね、はい、ピーナッツ屋さんの奥、CMC の隣、ホビース商会さんです。ね。はい、こんな感じですね。ここは、ちょうど通路に面するところにあったんで、MGC から CMC に向かう途中ですね、線路に向かって直行する通路でしたよね。にあったんで、ちょうどよく見てたんですけれども、本当にこの頃ね、バババッとやっぱりね、金属製のね、オートマティックのモデルガンがなくなって、取って代わるようにね、樹脂製のシングルアクションアミであるとか、ね、モデルガンがバーッと増えてった時期でしたね。本当になくなっちゃうんだなって感じでしたよね。でここがね、また大阪ガンルーム。やっぱ大阪ってやっぱり大都市だけあって非常にこう活発ですね。こんな感じで、はい、それとこのスローイングボー、まあ、要するにボーガンの原理を活用してね、釣りでね、まあ、針っていうんですか、仕掛けっていうんですか、あれを遠くにシュンと打って投げるということでね、はい、いろんな形で応用されてるんだなということに、ね、感心しました。全然こんなの記憶になかったです、まあ、自分自身がちょっと釣りはやらないんでね、それもあるんですけれどもね。でやっぱり嬉しいね、こういうお楽しみコーナーですね。ね、怪しげなね、商品がいっぱいあるというね。もう全然この頃になると、この間も言いましたけど、怪しくなくなっちゃってね、なんか普通のものをなんか売っててくれてるんでね、まあ、それはそれでいいんですけどね。サイクリングホーンとかね、必ずいるボーガンとかね、こういうふざけたものとかね、そういうのがありましたね。はい、次はね、ちょっとこれは珍しいなと思ったんですけれども、長江さんですね。長江さんね、どちらかというともうこういうその工芸品の方やってますみたいな感じで、ちょっとガンと全然あんまり まあモチーフにはなってますけれども、あんまり関係ないようなものなのかなみたいな感じで、多士済々ですよね。まさにその広告のね、出されているメーカーさんそれぞれがね。でここはやっぱりあれだな、見とかなきゃいけないな。必ずね、こういうの紹介するとね、私は持ってましたっていう方ね、コメントいただけるんでね、心強い限りなんですけれどもね。こういうね、コレナガムさんのカスタムとかね、コレナガムさん手書きでね、カスタムなんて昔からね、昔っていうかこの時点から昔ですね、書かれてましたけども、この時もね、こんな感じでね、自社カスタムのね、宣伝をされていますね。はい、はい、じゃああとはちょっと駆け足で、ね、この方もちょっとね、印象深いですね。 MGTS のね、ロッキー風のね、太陽に吠えるのね、おじさまですね。はい、それからあとホルスターの、中島勇さんのがあって、ちょっと最後こんな感じかな、国際産業のね、はい、目黒ガンショップですね。ガンファン目黒のドア叩いてみないかとところです。はい、で裏表紙には、空気銃の宣伝があって、最後はボーガンはいつものボーガン、これですね。またお姉様が変わりましたね。はい、今度は日本の方みたいですね。はい、ということでね、今回1978年第二次規制後のね、広告をね、探訪してまいりましたね。これモデルガンでパンパンパンとこうね、こっから薬莢がボンボンボンと出てたわけですね。あの広告通りだとするとね、かなり魅力的なモデルガンだったんじゃないでしょうか。で GM2 ベースだとね、まあ、正直言って、後年MGC を知った方からするとね、
まあ、GM5 とかあの辺のところのね、やっぱりリアルサイズカート出なくちゃとかっていう方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、我々の世代だとね、別に GM2 でもかっこよければ全然 OK ということで、むしろ郷愁をそそられたりしますね。やっぱりこうして広告見てるとね、まあ、規制によってね、業界がね非常に追い込まれてきたなというところを非常に感じました。なんかね、今回の広告に限ってはね、下読みをしていてね、かなり切ない気持ちになってしまいました。ただモデルガンの火は消えることなく、このなんと40年後も生き続けてるという、本当にもう感動ですね。はい、この火絶やしちゃいけないなと思いつつ、今回はこれで終わりにしたいと思います。ということで、今回は1978年7月の広告辿ってみました。ではまた。